お前の体はお国そのものだ。敵の手に渡してはならん。私が派遣されたのは、防衛徹底抗戦の準備をするためです。君は経験不足で何も分かってない。ルソンは敵の手に渡りました。大規模な攻撃が予想されます。あれ、後ろに動いてる！隊長殿、これからどうしますか？体制を立て直そう。まだ気力の残っている。信頼できそうな兵士だけをこちらに残そう。4人でうまく連携すれば、数百は壊せるだろう。アメリカ人はどこ行った？ノヤキ、ワルオーベル。必ず迎えに行く。あの日あの人はそう言った。どんなに時間がかかっても必ず迎えに行くと。二人になったからってな、安全だと勘違いするんじゃねえぞ。いいか、必ず迎えに行く。あの日あの人はそう言った。